何かすごく派手な布ですね。私たちが昔持っていた王女の衣のことを覚えていますか？あれを再現しようと思ったのですが、今にして思えば少々寂しい気がしたので、少しアレンジを加えてみたのです。少しっていうか、なんだかまるっきり別物ですよ。まあ正直に言って、王女の衣のデザインを完全に覚えていなかったため、こうするしかなかったというのが本音です。ただ、生地の感触だけは覚えてますので、そっくりにできていると思うのですが、そうかも。私の持ってた王女の衣もこんな感じの触り心地だった気がします。イオナサルもそういうのであれば、感触だけは無事に再現できたようですね。では、これは復刻版王女の衣と命名して。待ってください。それよりもいい名前を思いつきました。王女の衣よりも派手で綺麗だし、それにカノンさんはもう王女よりもすごい人になっちゃいましたから。これもそれに合わせて、女帝の衣、捨て名前にしたらどうですか？ジオ、女帝ですか？はい、王女よりもすごい人って気がしますし、カノンさんにぴったりだと思います。そうでしょうか。私には少々大げさにも聞こえるのですが、ですが、女帝ですか。まさかイオナサルがそんな風に言ってくれるとは思いませんでした。あなたがそう見てくれているのであれば、女帝と呼ばれるのも悪い気はしませんね。なぜでしょう。いまいち窓か、すごくイラつきを感じたのですが。ダメだよ。そんな言い方したら、女帝っていうのは、とってもとっても偉い人なんだよ。それじゃまるで、宴会で酔っ払ってるおじさんみたいだよ。まあ。あなたらしいといえばらしいので、怒りはしませんよ。カノンさんごめんなさい。後で私からも、しっかり言っておきますね。いえ、気にしないでください。第一、この程度のことを受け流すくらいの心の広さがなければ、女帝と呼ばれるには値しませんからね。